本日お目当てのストラホフ修道院の図書館を見に来たんですけれども、あの当日チケットを買って入る形だと、そのライブラリーの手前入り口までしか入れないということなんですよ。あの大人数が入って、そういった湿度というか気温管理というのが、あのフレスコ画とかのためにですね、できないということで、数日前のブッキングをして予約を取って、そうすれば中に入れるということなんですけれども、もう今日明日で取れるもんじゃないと言われましたね。数日後の予約で、ようやく取れるか取れないかという話でした。まあ、他の観光客の方もそれ知らなかったっぽくて、それコロナのせいでとかいろいろ聞いてますけどね。まあ、コロナ云々というよりは、その場所の管理上そういった問題があるそうです。スペシャルツアーには参加せず、まあ、入り口までしか入れないという通常料金で観覧いたしました。まあいいですね。まあ、実際にたくさんの人が観光客が入れる状況であれば、そのスペースにやっぱり人が移るわけで、まあ、その空間そのものをじっくりと見るという観点で言えば、まあ、入り口までしか入れないというのもいいかなと思って、決断したんですけどね。はい。あとスペシャルツアーに参加するためには E メールで直接アプライしないといけないのと、2倍の料金がかかるんですね。まあ、400クーナ、それは写真撮影も含めての400クーナかかりますので、実際に入り口までということであれば200クーナで入れます。まあ、人も本当に少なくて、じっくりと、まあ、外側からですけども見ることができたので、十分ですね。はい、満足できました。さあ最後におまけなんですけど、ストラホフ修道院の図書館を見た後にでもですね、ぜひ窓なりにあるこの教会ぜひ見ていただきたいですね。というのもここも柵があって、その教会の内部にはまでは入れないんですけれども、教会全体の
その天井にフレスコ画が描かれていて、かなり見応えがありますね。フレスコ画だけで言えば、正直図書館のフレスコ画よりも見応えがある感じですね。ここは入場料とかかからないので、はい、ぜひチェックしてください。